昨日いらないって言ったのに。ありがとうね。ねえ。どかどか投げてるでしょ。ありがとう、本当に。気持ちだけで嬉しいよ。ありがとうね、本当に。でも、そうですね。最後、AKB48、なんか、実感があるまんま、一応やったつもりではいたんですけど、公演。公演終わって、なんかみんなと喋ったりメンバーととかなんかスタッフさんと喋ったりチェキとかでファンの方と喋ったりしてるうちになんかあれみたいな、あれまた明日みたいな、なんか気分にはすごいなってたんですけど、そうですね、このショールーム配信で、まあ、約7年ちょいかなやってきた配信も終了となります。見てくださった皆様、本当に本当にありがとうございました。このショールーム配信がなかったら私はここまで続けることができなかったと思いますし、 AKB の活動を見る衣装ちょっと立てるかな、ちょっとだけ立ってみます。じゃーん、よいしょよいしょ、ちょっとここまでしか立ってないんですけど、これを動かそう、くしゃみ出そう。はいはい、あー危ない、ほんとよく公演中くしゃみ出なかったわ、今日あったかかったからね。見て、あ、ごめんごめんごめん、ボタン、電源ボタン押しちゃった、失礼。戻ってきたかい、みんないけそう、みんな戻ってきた、あ、動いた動いた、ありがとうありがとう、ごめんね。ででで、見えますか、これさ下までさ見えないよね、あんまり。あら見えます、え、でもちょっとこの壮大感がちょっと伝わらないな、悔しい悔しいですが、でも本当に素敵な、そう、衣装を用意していただきました。そう、ネックレスも髪飾りも肩までキラキラって、見える、肩のキラキラ見えないか、あんまり、肩もね、デコルテも髪の毛もほらキラキラつけてもらったの、白にピンクだったんだね、そうそうなんです、大西がこう衣装でお願いした時はなんか大西も自分のその理想が全然分かんなくて、その時だから白か黒かな、でも最後は白かなみたいな、本当にざっくりした、お花とかあったら嬉しいなぐらいの、なんか本当にざっくりしたなんか要望を衣装さんに伝えたんですけど、実際見てみたらこんなに綺麗な、これさ見えないんだよな、あんまり、なんかさ白なんだけど下はね桃色なの、あの桃の缶詰の白桃みたいな色してるんだよ、見えないよな、あんまり、ちょっとこの画面じゃちょっと伝わんないけど、後でたくさん写真撮ってもらったのでそれでぜひぜひ見てください。そう、どう、なんかメンバーからは意外って言われたドレスだったんですけど、なんか大西だったらかっこいい系で来るかなと思ってたみたいなっていうのもすごく多かったんですけど、私もすごい迷ったんですけど、でも最後はお姫様みたいになりたいなと思ってこんな可愛いドレスしていただきました。でちょっとまあ今卒業公演終わってから今すごいいろいろあってちょっと時間が遅くなってしまって、スタッフの皆さんを待たせてしまってるのでちょっとね早めに終わらないといけないんですけど、でもちょっとじゃあざっくり卒業公演のセットリストとかの話しようかな、何話そうか、何話せばいいかな、最後ってなるとちょっと何話せばいいか分かんない、ね、でも今日の卒業公演のセットリストは自分で全部考えさせてもらって
ものによっては構成とかあとは立ち位置とかも考えてそれを書いてっていう感じでやったんですけど、そうですね、ファーストラビットとか特に1曲目はすごく私思い入れがあるというよりかは私が勝手に思い入れを入れてるだけなんですけど、1曲目のファーストラビット、私チームメイトの中でこう一番になるっていうのがすごく自分の中で一番になりたいという願望があって、で写真集だったりとか事務所移籍だったりとか、チームメイトの中で一番最初のやつをやったりとかができたので、最初のうさぎになろうっていう歌詞をどうしても歌いたくて、1曲目大事な1曲目をファーストラビットにしました。でも本当はもっといろんな曲やりたかったんだけど、セットリストどうだったかな？でもすごく私はやっていて楽しいセットリストだったし、メンバーのみんなもすごく笑顔で目を合わせてくれたりとか、あとは本当にファンの方のコール、もう本当に幸せでした。ありがとうございます。あのコールを聞きたくて本当に幸せな時間でした。本当になんかこんなにもたくさんの方に愛してもらえて改めて幸せだったなっていうふうに思います。よいしょ本当に可愛いよね、脱ぎたくないんだけど一緒そのまま帰る、このまま帰ったらちょっと捕まっちゃうな。いや本当に可愛い、本当に大西ファンたくさんいてよかったってね、嬉しかった、嬉しかった、とっても。ということで明日、まあ起きれたらまあメールは送るんですけど、一旦今日が最後の、まあこの配信終わるまでかな、AKB48 110年間本当に楽しかったです。こうやって今見てくださってる皆様もね、きっとどこかで大西を知って今ね見に来てくれてると思うので本当に本当に幸せな時間をありがとうございましたね、出会えてよかった。ショールームは今日で最後って、そうだよ、この配信で私最後のショールームです。2056日とかだったっけ、2506日とかだったかな、手紙で書いたんだけどちょっと忘れちゃったな、いや2564日か、そうですね、2564日、今日でそのあれかな、本当に長い間見てくれてありがとうございましたね。こうやってショールームを続けてくれたのも皆さんのおかげなので、たくさん大西に付き合ってくれてありがとう。本当にファンの方もそうだし、メンバーもそうだし、スタッフさんも本当に恵まれた環境で、もう私の人生 AKB48 に入って大正解でした。本当にこれはマジで心の底から言える。 AKB48 に入って自分自身も